カボチャの煮物切った栗カボチャ栗カボチャは西洋かカボチャの日本の品種群。栗のように濃くて甘い風味とホクホクとした食感が特徴である。日本で出回っているカボチャのほとんどがこのカボチャである。西洋かカボチャのバターカップスクワッシュから作られた一品種であったが、現在ではエビス、マロンドール、宮古など同様の特徴を持つカボチャ全般が栗カボチャと呼ばれる。 栗かぼちゃは日本で最も広く栽培されているかぼちゃである。日本では春にハッシュし夏から秋にかけて果実を収穫する。花柄はスポンジ状で膨れており、畝はない。野菜の中でも強肩で栽培法は簡単。ハッシュ、植え付け後は放置しても収穫できる。ただし、花粉の媒介を行う昆虫がいない場合は人工受粉しなければならない。かぼちゃは収穫された直後、 まだ成長している。そのため他の野菜や果物と異なり、新鮮さはそれほど重要でなく、風味を豊かにするため、第一に、重要なのは完熟である。まず収穫されたカボチャを温かいところで2週間ほどこなさせ、デンプンを等に変化させる。その後、冷暗所で1ヶ月ほど保存し、その炭水化物含有量を増加させる。このようにすることで、取れたての、 パサパサで淡白なカボチャは、滑らかで甘いカボチャに変わる。完熟した多肉なカボチャは、果肉は赤みを帯びた黄色に、表皮は硬く、花柄は乾いたコルクのようになる。収穫後、約1ヶ月半から3ヶ月で、熟成のピークに達する。ビタミン C、ベータ、カロテン、ビタミン E、ビタミン K に富、み、養酸など、ビタミン B 群、カリウムを多く含む。 カボチャの肉質は、加熱調理後にホクホクした食感をもたらす粉質と、ねっとりした食感になる粘質とに対別されるが、炭水化物含有率が高いほど、加熱調理後も細胞の形が維持され、粉質傾向にある。栗カボチャは、日本カボチャなど他のカボチャと比較して炭水化物、含有率がかなり高く、これが、栗カボチャ特有の甘い風味と、 粉質感の要因になっている。ありがとうございます。